ってきました。こんにちは、ぽんこです。いやー、最近はね、梅雨の時期になりまして、桜町でも雨がたくさん降るようになりました。あ、ちょっと待って、設定しない。すいません、忘れてました。ちょっと今日普通に晴れてたわ。まあ今日は、ちょっと今から設定するんだけど、梅雨の日のね、梅雨時期の梅雨デートを今回はしていきたいと思います。濡れた道路にしといて、で、雨。こんなもんでいいかな。はい、このようにね、雨が降っております。今日は、すごく天気が悪いんですけども、私たちは本当に変人なので、逆に雨の日のデートの方が燃えるんです。なので今日は、早速ね、ポンタくんを呼んで遊びに行きたいと思います。いや、これすごいよね、この機能。なんだっけ、初めてのお使いの時でも使ったことあるんだけど、とにかく、この道路の濡れ感がすごいなと思ったの。いたいた。見てよ、ちゃんとね、私服に着替えてる。あれ待って、うちらカップルじゃないの？おうって言ったよね、今ね。だって普通立ち崩れたら好きって言うはずなのにさ。なんで？あ、親友になってんだ。え？浮気してる！ちょっと待って、好きな人初木って誰？ちょっとまずデートする前にそれ見つけようかな、その初木って女の子。これはちょっと大問題です、デートする前に。事件です。私が桜スクールシミュレーターをやってない間に何があったの？月を踏み絵、青い。いた、はつき、これだ！うちのクラスだ！この人か、ステータス。うわ、好きな人、ポンタじゃん！なんなの？なんだ？お前ら、いつ？え、ちょっと待って。ポンタ好きな人、もう一人発見しました。この人、なんて名前？ふみえちゃん。ふみえちゃんはポンタのこと好きなんだ。何勝手にモテキ来てんだよ。あ、でも逆にこの葵ちゃんは嫌いな人ポンタらしい。ちょっと来なさい、あなた。来た、来た、来た。お前だ、そう。ちょっと待って、この二人何があったの？うわ、なんか嫌だな。嫌だな、ダブルデートする、そしたら。ねえ。ポンタいいわ、そしたら。ねえ、こうしよう。とにかくじゃあもう今日はね、ポンタとデートするのは変更です。私ね、すごい考えたんだよ。ポンタとしようかな。ポンタなんか浮気してたからさ、もうなんか、デートする気もなくなるよね。はい、じゃあ、ということで早速、梅雨のデートを開始したいと思います。じゃあ、まずね、やっぱり梅雨と言うとね、やっぱ、あいあい傘がね、一番定番なのではないでしょうか。なので、まあちょっと傘をね。傘をね。なんかおかしいよね、傘の差し方。まあいいか。負けないようにピンクでいきましょう。いや、いいわー、見て。え、梅雨のさ、日のデートって、なんか晴れの日よりもさ、燃えるよね。なんか、うちそっちなんだよね。雨の日にデートしたいかもしんない。それではね、今日はね、ちょっと、あるところに行こうかなと思って。ポンタさ、それ傘いらないよね、多分。ほら、差してないもん。傘は差してるんだけど、傘差してないの。今日行く場所は、まあ、行ったことある人もいるんじゃないかな。多分今日行く場所。ただ濡れるんだけど、そこ。なんで歩道側を歩かせてくれないの？びしょ濡れなんだけど、さっきの一発で。はい、皆さん見てください。秋でもないのに、もみじが咲いております。そう、今日はね、もみじ店に来ました。もみじパルク。もみじパークか。もみじパークに来ました。じゃじゃーん。いや、雨の日のもみじって結構良くない？ほら。結構素敵なんだよ、ここ。で、船が置いてあって、鳥居とかもあるしね。あ、これあれか、橋か。あ、橋をね、鳥居で作ってるってことか。うまいな。へー。そう、すごいでしょ、ここ。ずっと行きたくて。で、ここで雨宿りもできると。うわ、なんかここのショットめっちゃいい。おー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 おおお。いや、ポンタさすがにムカつくな、なんか。ここがなんだろう。あ、神社みたいなところか。もう彼女先に来ちゃってるもんね。本当に好きなのかなと思うぐらい。え、ポンタは？あれ、あんたの彼氏どこ行った？え、ポンタ？おいと、情けないわね、ほんとあの、詰まってここで。ここのね、もみじパークの番号は、こちらでーす。あのね、なんだっけ、遊歩道のところにもみじができたって感じ。なんかそこ一つ言っていい？なんか今さ、写真撮ろうと思ったんだけどさ、
ジュージ君のチークがキモすぎてさ、これなんとかなんないの、これね、この人どっから来た？え、なんかさ、さっきリュウジ君からお金もらったの。そしたらさ、この女の人来てさ、なんだっけ、ちょっともう一回やってみ。あれ、いなくなった。え、怖くない？え、なんなのあの人。え、なんかさ、お金もらうと来るんだけど、そういうやつ。え、桜ってそんなんだったっけ。もう一回やろうか。あ、この人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 、めっちゃ怪しいんだけど。じゃあ、それでは私たち今からご飯を食べに行きたいと思います。まあ、やっぱ梅雨ってことなんで、なんだろう、なんか梅雨の日ってさ、洋食というか和食食べたい気分にならない？だからちょっと遠いけど、車でね、いつものあそこに行きたいと思います。うなぎ屋さんでしたっけ。うわ、彼女を置いてきた。ポンタ、ポンタもはやもうさ、彼女として扱ってないよね、絶対ね。はつきちゃんのことね。だって傘差してあげないもんね。自分ばっかり差してんもん、傘。じゃあ、この車で行こっかな。はい、じゃあ行きますよ。うわ、乗った。うわ、うち乗らないと思ったのに。じゃあ、傘差したまま行きまーす。楽しみだね。嘘、嘘、事故っちゃった。事故る要素あった今。ちょっと待って、パクってくるわ。あ、軽トラ、あ、軽トラやだな。軽トラ、あ、軽トラでいいかな。軽トラでいいや。よっしゃ、乗って乗って乗って、車もらってきたから。あ、ダメだマジ、軽トラほんと嫌いなんだよね、うち。いるかな。あ、いた、危ない危ない危ない。待って、早く、あとはあの二人か、置いてっか。いや、あの二人来ないよね。あ、来た。どっち、あー、女子の方か。行こう。ポンタがね、先に来てくれればね、乗せてたんだけども。じゃ、歩いて来いって感じだよね。私たちは軽トラで行って、そうしましょう。マジカーブしにくい軽トラ、本当にスピード落とさないと一回転しちゃうよね。はい、着きました。うわー、よし。うわ、いいわー。え、大好きって言われた。え、大好きってなかったかな今まで。え、好きしかなかったよね。で、ちなみにあの二人はどこ行ったの。もうポンと今トンネルか。しゃあない、待つしかない。待っとこう。多分割とそろそろ来るよね。結構早いからね、足。いや、遅かったな。あの彼女は遅かった。ポンと浮気したのはちょっとショック。遅いなぁ。あの二人、何してるのかしら、向こうで。いや、でもほんと悲しみよ。結構さ、ポンタファンって多いんだよ、うちの視聴者。ポンタが出ないと、え、今日ポンタいないのってコメントばっかだもん。で、ポンタ来ると、私めっちゃポンタ好きなんだよね、とか、ポンタ好きとか、男の子の中でポンタが一番好きとか。作趣味の中で一番好きとか、結構ポンタ人気なんだよ。だからさ、こうやってさ、熱愛報道というかさ、こういう熱愛疑惑入れちゃうとさ、悲しむよ、ほんとファン。お、来た、あ、来た、ハツキ来た、ハツキ。うわ、ハツキちゃん今スマホ、あ、電話かけた。うわー、見せつけ。今彼が元彼の目の前で彼氏に電話をかけるっていう。あ、いた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 、来た来た。あー、やっぱりあれなんだね、ポンタは私を選んだ、最終的に。だって彼女のテーブルに行ってないもんね。こっちのテーブルに来た。で、多分あのハツキちゃんね、あれでもツイートしてるわ。なんか元カノの方に行ったんだけどマジだるみたいな、でツイートしてるから今。なんで今日いるのよ、めっちゃツイートしてる。だって私の方見てるもんね。呪ってやる。なんかみんながさ、ポンタのことイケメンっていう理由がわかるかもしんない。隣のハツキちゃん見てみましょう。え、なんかさ、リュウジ君狙ってる顔してない？なんか、なんかさ、目線がリュウジ君だよね、これ、ポンタじゃなくて。え、何この人、誰でもいいの？私のものだった。
これさ、多分いるよね、こういう人。なえなにちゃんが好きになった人は私も好きみたいな、私も好きになるみたいな、そういうタイプだわ絶対。で、今ツイッターでなんか新しい好きな人見つけたかもみたいな。逃げるぞ、早く乗ってってポンタ。ほら乗っちゃったじゃん。もうさ、なんだろう、いるよね、なんか嫉妬しちゃうとスマホずっと触ってなんかツイートしてるっていう。あい、やっちゃった。あ、そっか、そういうことか、そうすればいいんだ。違うって、違うって。あ、マジ。ちょっと待って、ストップ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 って言ってるでしょって。ストップストップ、本当にねえ、ポーンタ、いい加減にしたんだ本当に。ダメだよ、仲良くね。で、ちなみにさ、ちなみに言っていい、はつきちゃんやられたよね。だってここになって倒れてんもんね。ほら、よう、うまいことやったな。よし、ところでワープしてきました。え、嘘、なんでなんで、ねえ、ポンコがやられた。次ポンとやられた。はい、ということでね、今日はなんだか最後すごかったね。結局やっぱりリュウジ君はポンコちゃんを取られたくないってことでよろしいでしょうか。はい、まあ今日はね、ちょっといろいろな、まあドロドロなね、梅雨のデートでしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。いやでもいいね、梅雨の時期もね。まああとそろそろね、まあ夏にもなると思うので、夏編もお楽しみにしていてください。ということでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。おつぽん。